見合い計算とは以後においての二つの意味がある。前者は形成判断、後者は寄せにおける手の選択に使われる。大円の絶対計算も見合い計算と同じもので、ある。決まりのついているところは、単に数えればいいだけである。決まりのついてないところに関しては、権利に基づいて計算する、ある時点での本当の形成とは、双方が最善を尽くし終局した時の形成である。 しかし、見合い計算は正しく完全に計算できる、時でも、その本当の形成と一致するとは限らない。つまり、所詮近似に過ぎない。それでも見合い計算に意味があるのは、双方が最善を尽くす図を読み切るのに比べ、はるかに計算が簡単だからである。しかし、近似をするにしてもやり方はいろいろあるのになぜ、上の方法を取るのかなぜ両表の場合に中間なのか なぜ先手の時には打ったものと考えるのかこれには理由がある。もしも両後手の時に中間でなく例えば3、一に内分するところとしたり、片先手の時もどこか間を取るというようなことをすると、計算した形成と本当の形成の差が現在の最大の手よりも大きくなり得る。しかし、上のようにすれば、計算と本当の形成とのズレは、 最大の手よりも小さくなることが保証できる。手の価値は、その手を打った局面の地と打つ前の地を、地の計算法により計算し、その差を手の価値とする。権利とは大雑把に言うと、ある手よりその後続する手段が大きい時に生まれる、ものである。後続手段が万丈で最大となるとき、その手は先手になる。後続手段が大きい方がより権利も大きい。ありがとうございます。